いや行ったよこの間山梨に、うん、もうほんまに全然休みがさ最近なかったというか、うん、なんで全然旅行とかどこも行けてないし、うん、どこも行くことないから、うん、アミちゃんっていうね、うん、俺の友達がおんねんけど、うん、その子はもうすごいね正直そこら辺のドラッグクイーンよりも派手な女の子なのギャルというかアミこれどうかと思うみたいな、うんうんうん、そのバイブスで生きてないからみたいな悲し方をするし、うんうん、で俺もそれがたまに鬱って困ってんねんけど、うんうん、パワースポットに行きたいねっていう、うんうんうん、でその子はすごいいろん なんかそのスピリチュアルとかめっちゃハマる子で、うんうん、もうある時はサイババの写真をトイレに飾ったり急に意思プレゼントするとか言って断られたりしたりとかもいろいろななんかそういう子やねん変な子やねんけど、うんうんうん、俺がなんでその子と旅行に行くかっていうと、うん、ケチやねんめちゃくちゃだからできるだけ安くいっぱいいろんなところに行くっていうのが彼女の目的で、うん、で俺それ結構わかるというか、うんうん、なんかわざわざどこかに旅行に行って、うん、ご当地のソフトクリーム食べようよご当地のみたいないらんねん、うん、別にソフトクリームなんかいらんねんけどみたいな、うん、食べたいもん食べたいし自分が食べみたいなみんなでせっかく来たからこれどうとかそういうのいらんねん、うん、お土産とかもなもったいないと思う、うん、割高やしな割高やし、うん、なんでここでこんな高いの買わんとあかんのとかっていうからだからそこら辺がやっぱ他の子らと行くとあかんねん、うん、でその子は、まあ、まずクレジットカードで買ったからバス代がこんだけ安くなった自慢から始まりもう始まりそうで行ったのが山梨の甲府にある昇仙峡っていうところ、うんうんうんまあ、どんなとこかっていうと昔水晶が取れる名産のところで、うん、とにかくその水晶がもうたくさん取れるっていうところから、うんスピリチュアルスポットみたいになって、うん、富士山からのなんかのパワーが来てんねんって知らんけどな山梨やからね確かにそう、うんまあ、それ以外ももうすごいパワースポットの名地みたいになってて、うん、かつパワーストーンを大量に売ってんねん、この石に触っとったらなんか健康になるとかそういう嘘かほんまかわからへんやつで俺でもそうなんだよ、うん、ほんまって感じで、うん、意外と面白くて、うん、滝とか山の上から下に下っていくねん、うん、山っていうか渓谷っていうかな、うん、それを下っていく中でパワーストーンの店とかもいっぱいあって、うん、パッと値段見たら800万とかでもこんなでかい石があって、うん、まあ取り急ぎちょっと面白いわけよ、うん、なんとなくねそこに行った時に、うん、まず甲府駅までは安いバスで甲府駅からその昇仙峡っていうところに行くにあたって、うんうん、バスを買わんとあかんねんけど、うん、1日乗車券ってないのっていうのをまずそこでめちゃくちゃ探しまくんの、うんうんうん、1日乗車券はもうないですって言って、うん、でもそれでも安く行きたいからその昇仙峡の入り口っていうとこと中間と一番上があんねん、うん、普通は一番上に行って下っていってもし疲れたら中間からもバス乗って帰るか下まで行ってこっから帰るかやから基本行きは上まで全部行ってっていう感じやねん。でもこの下の入り口から登ったらええんちゃうみたいな入り口やったら600円で済むねん600円800円900円甲府駅ま でもったいないな。でも万が一ってこともあるからやっぱりもうそこは妥協して900円で行こうっつってなんとかそこまで900円まで行ったわけ、うん、でそしたらここ来るやんか一番上、うんうん、でここあと下っていくだけと思ったら、うん、山があんねんここさらに、うん、でロープウェイがあって、うん、ここからさらにロープウェイで山の山頂に行けば、もっとすごいパワースポットがたくさんありますみたいな。何そのシステム。でそれでネットで調べたら、うん、片道700円そのロープウェイ、うん、往復1300円、うん、でももうここまで900円のやつは妥協してきたから、うん、やっぱりこの上はでも行きたいやん、うん、700円で行って山降りてそっから巡ろうって決めて、ロープウェイのおじさんにすみません片道でお願いしますって言ったらすごい自分が見られて、アミちゃんという子はもうドラッグクイーン並みの感性を持ってるから山登りに行くって言ってんのにこんなミニスカートでこんなイヤリングみたいなのつけて服もなんかもうセクシー系の靴もななんかなんでこの格好できたみたいな格好できてるからまあさすがに山から降りてくるのは無理やろうなって思ったやろうな多分あの基本これ全部往復なんでその嘘やとかって思いながらでもそうなんだみたいな。でもアミやっぱりパワースポットに来たからここはもう奮発するって言ってじゃあもう行こうって言ってロープウェイ乗ったら乗った場所が間違っとって全然景色見られへん場所やって何も見えないねとか言って、まあ、山の崖がどんどん近づいていくっていうだけのあれで逆側やったら景色が見られたんやろうけど
そう、心中すると思われた。いや、そう思われてん、多分で、上に着いたら、うん、確かに神社みたいなんがあって、うん、パワースポットもあって、うん、で神社にお賽銭入れるって言ったら、うん、100円玉しかね、10円玉ないのって言って、100円お賽銭ってちょっと高い、うん、いやまあでもそこまで行ったら出すよ、そんなご利益のある山に登ったらさ。で俺やったらまあ出してもいいかなと思ったけど、うん、アミが神様別にあのお祈りみたいなそのお金投げなくても心通じ合うと思うって言って、でもやっぱりお金投げないのにあの鈴を鳴らすのはダメだと思うから、うん、ちょっと遠くから神様のそのあれに向かってこうゴッとしようってお金ファーって流して、ほんで鳴らしてるところを遠くから2人でちょっとこう礼をするみたいなやって、ほんで他のパワースポットもいろいろ見たけど、うん、なんか作られた感があったんよ。あもう観光地みたいな感じ、めっちゃ景色もいいし、うん、すごいいいねんけど、うん、私はちょっとパワー感じなかったのね、うん、でも景色も超いいし、うん、恋人のなんか一緒に何金鳴らすといいやつとかあるけど、別にアミちゃんと一緒に鳴らしてもしょうがないし、うん、これは1300円失敗したって感じの上で、でパッと見たら千と千尋みたいなこう山道があって、いろいろ考えた結果、うん、やっぱりアミ下まで足で降りるで下に降りて返金してもらうって言って、返金を求めんの自分の足で歩いて、そうここまで損した気分になるのはちょっと嫌って言って、うん、言っとくけどめっちゃ景色めちゃくちゃ良くて、うん、全然お金かける価値はあります、うん、これは我々クソケチ旅行者の頭のイカれたやつらの会話なのでそうね、そうね、絶対誰が行ってもほんまびっくりするぐらい綺麗な富士山とかすごい綺麗に見えるし、うん、多分パワーもあんねん全然、うんうんうん、でそれで分かったって言って降りていこう、うんって言って降りても降りても、うん、降りられへんというか気づいたら道も道じゃなくなって、うん、ほんまに山の道なき道というか道じゃないところを死ぬでほんまに、そうだんだん怖くなってきて、意外と火が落ちるのも早いし、返金はありえへんって言うけど、うん、あんねん一応片道っていうのが、うんうんうん、ただ自分らの格好を見て、うん、往復はないでってそうね、少なくともあんたらの格好で往復はないでって、うんうんうん、言われたから、うん、最終的には返金してもらうことになったのよ、うんうん、そうでもその降りてる時どんどんな、うん、火もだんだん降りてくるし、いや怖い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 、マジでやばい、ほんまに俺遭難を仕掛けて、うん、一番恐ろしいのはさ、うん、700円ケチってさ、ロープウェイ代ケチって降りようとして遭難して自衛隊とかにご迷惑をかけて救出された姿が地上波に乗ることでしょでも死ぬかもしれへんし、うん、マジでこれはみんなにやっちゃダメだよって言いたい、うんうん、しかも上で賽銭ケチってるからな、山の神もついてないねん多分、ならもうそれはもうやばくて、うん、途中降りとったら、うん、急に木が一本も生えてない場所が出てきた、ギャマやのに、うん、木が結構な広さ、うんうんうん、この辺全然木生えてへんみたいな、うん、伐採されたんかな、でもなんかその、うんうん、切られた感じでもないし全然気が生えてないなと思って、うん、したら、うん、そこのエリアに入った瞬間、うん、蓄膿症みたいな、うん、別に鼻詰まってるわけじゃないし、うん、蓄膿症でもないねんけど、蓄膿症になった時の鼻の奥がこうぐーって圧がかかる感じわかる、うん、頭痛い痛いピキピキピキみたいなしんどいやつ、うん、あれになって、しかも頭もなんか痛くなってきて、うん、なんか痛いわ痛いわって言ったら、うん、アミちゃんがえブラもそう見て、おととい入れたヒアルロン酸がすっごい網も膨れてきてるのって言って、なんか目の下の入れとったヒアルロン酸がボコーってなってて、あそこほんまにパワースポットやと思う。いやそれでそれでパワースポット判断すんの、そこはほんまになんか意味わからない電磁波か何かわからへんけど、そこのパワースポットでいや降りたいですちゃんと降ろしてくださいって言ってちょっと進んだら道に出て、いやもう、うん、最近入れたヒアルがブワーって大きくなってるみたいな、硫化水素じゃ硫化水素危な、何それ、危ないやんじゃあ、うん、マジで、まあとにかくそういうエリアがあったので、バチ当たってるやん、バチ当たってんねんそう、ちょっとアミちゃんと俺はちょっと山とかはちょっとクマとか出没する場所やから、うん、いやいやいやほんま怖いわ、山登りとかもしする人やったらほんまにちゃんと鈴みたいな持って登るとこやから、よう降りられたわそこアミちゃんと山登りは気ぃつけよほんま、いやでもさっきコメントでもあったけど、ブラスの貧乏旅行を見てみたいっていうのはあったな、アミちゃんと一緒やったら、うん、でもほんま何も買わへん、何も買わんと帰ってきたわ最後な、なんかもうそんなんでケチってるやん、うん、
なんとか降りてきたけどがもう夕方になっとって、うん、ここから入り口まで行くのはもう到底無理、うんうん、でも聞いたら、うん、中間のこの800円の地点までは30分ぐらいで頑張ったらいけるっていうから、うんうんうん、それを聞いた瞬間に2人で降りようって、うん、そこは降りてここの中間までのスポットは全部見れて、うん、めっちゃ綺麗だった、滝もブワーっとマイナス4みたいになったし、いやじゃあほんまリフレッシュできたんや。途中最後の最後のところで、うん、バス停までバスが次来るまで30分かかるっていうので、うんうん、まだかかるねって言ったらお店のおじさんが、うん、自分たちまだかかるからこの中入っとき、うん、いろいろ石見てほしいのあったら買ってもええし、うん、ここ来て全然ここの中に座って待っとき、寒いからなって言って、うん、コーヒー飲むって言うから、ありがとうコーヒー飲みますって言って、うん、コーヒー出してくれて、ほんで帰りに400円請求された一人、うん、ほんま有料やってんそのコーヒー一人400円もかかってん、そうって思ってずっと悪口言うとって帰りのバス、しかも最後さ400円と400円あったからさ、うん、1000円出してほしかったんか、最後会計するときこのきなこ棒いらんか、きなこ棒200円安いでこれ他より安いねん、これもうあと200円でちょうど1000円でって言ったけどきなこ棒いいですっつって、ほんで帰り甲府のなコンビニに寄ったらな全く同じきなこ棒がな190円ぐらいで取ったわ